区海駅は岩手県宮古市区海にある東日本旅客鉄道山田線の駅である。標高744メートルで山田線の最高地点であるのと同時に東北地方では最高所に位置する鉄道駅でもある。ホーム短式ホーム一面一線を有する地上駅。木造平屋建ての駅舎は開業当時のものを使用している。CTC 化される前は連鎖閉塞をとっており、 当駅が交換可能駅であったことから運転取扱業務を要していたため直営駅となっていた。駅員は5時45分から20時45分までの特殊日勤で全盛期には駅員が6名配置され、上与内駅や川内駅へ除菌要員を派遣していた。最末期は3名となっていた。ポス端末が設置され、指定券は料金補充券で対応していた。 CTC 化に伴い、現在は終日無人駅となり、蒸気構造のように、某状単線駅に改築された。かつては当駅から、宮古よりが、釜石運輸町管轄となっていた。現在は森岡地区駅町管轄となっている。2017年度の1日平均乗車人員は1人で、ある利用客数1。 JR 東日本の駅では最も乗降人員が少ない駅であり、交換駅としての使命が高かったため、利用者は国鉄時代から少ない。2018年に無人化されるまで、JR 東日本管内の有人駅で最も利用者数が少ない駅となっていた利用客数1。もともと区会集落は山間地域で人口が少なく、 自動車の所有が顕著なことも利用者が少ない理由の一つと言えるが、それにもかかわらず、当駅は1980年代以降急行が下記と、当期にそれぞれ臨時停車していたことがあり、その後も2019年3月16日に、快速、リアスが全便通過となるまで、リアス1往復が当駅に停車していた。近年の推移は下記の通りである。 東日本旅客鉄道山田線快速、リアス通過普通上与那駅大志田駅、朝木市駅、区会駅松草駅内消し線は廃駅2016年3月26日のダイヤ改正以降、隣駅となった上与那駅との距離 25.7km が JR 東日本管内の在来線で最長の駅間距離となっているが最長であった。ありがとうございます。